はい、皆さんどうも DD タイムズへようこそ。今日も低い声で頑張っていきたいと思います。あ、違った、これ広島ドラゴンフライズの公式 YouTube チャンネルやった。本日ですね、コラボ企画を、やりたいと思います。今回コラボするのはこちらです。どうぞ。はい、広島ドラゴンフライズのマスコットモヒカンアビーです。よろしくお願いします。ん、かっこよく紹介してや。誰やと思ってんの、お前任しとけ。はい、それでは早速ですね、モヒカンアビーのことをみんなに紹介していきたいと思います。モヒカンアビーはね、まあ、渡り鳥としてですね、全世界をそんな風に飛んでんの、そんな風に全世界渡れんの、もっと飛ぼうよ、もっと、もうそう全世界をね、こうやってね飛んで、身につけたね、コミュニケーション力があるね鳥なんですよね。でしかもね、男の子なんですよね。はい、それではもう少しアビーについてね、深掘りしていきたいと思います。まあ、アビーのね、背番号は6番なんですよね。で、まあ、身長がこのくらい、まあ、僕が2メーターなんで、これモヒカンは身長に入れていいのかな、これね、これ髪の毛なの、あ、違うの、これももう体の一部、あ、そうなんだ、これじゃあまあ大体2メートルぐらいかな。で、2メートルぐらいでですね、まあ、下あの広島県のね、県庁であるアビがモチーフなんだって。え、広島県の県庁のアビってどんな飛びなの、ちょっとわかんない。でもアビは全員親戚なの、みんな親戚なの。実は、モヒカンアビーはですね、広島のドラゴンフライズのですね、知られざる6人目の選手だということでですね、アビー、いつかコートに立てる瞬間を夢見てシュートの特訓中じゃけ。おー、シュートの練習やってんの、誰みたいになりたい、教えて。あー、谷口大地選手みたいになりたい。そうですね、よう分かったお前は、ほんまにかわいいなお前。まあ、こんななお茶目で、努力家なアビーの方にね、皆さんぜひですね、投票よろしくお願いします。それでは皆さん、See you next time! バイバーイ!